高崎麻衣はもともとそのおじいちゃんとかが九州の人 で、はい、で九州男児として育てられてものすごい亭主関白の人なんですよね、うんうん、会や離婚の真相を激白。俳優の川崎麻世さんと離婚係争中のタレントカイヤさんが週刊女性プライムの取材に応じ、過去に川崎麻世さんから刃物を持って追いかけられたことがあると告白しました。これも実はね、多分この番組ぐらいしか追い続けてないニュースで、そうですね、他の報道とかだと完全に真っ二つになってて、川崎麻世サイドに立ってる報道の方が多い感じなんですね。あ、まあそうかも、うんうん、そうかも。で僕がずっとこの問題は言い続けている、そうだね、業者に取材したことがある人間として、そうだね、正直川崎麻世さんはものすごい取材がやりづらく、ガードが固く、なるほど、すごい面倒くさい感じ で、 ほうほう。で貝谷さんが死ぬほどいい人 で、 いい人で、ちょうどお母さんが亡くなった日、うん、ワイドショーとかでガンガンその日報じられて、うん、その会見した足で、うん、息子連れで僕とオキテポルシェの取材のとこに来て、全然キャンセルできますよって言ってるのに、いやそういうわけにもいかないからって言って、そんな大変な時に来て、でこの川崎麻世との関係、いわゆる共済化みたいなのっていうのは、もともとそのギミックとしてずっとやってきて、私は WWE とかが好きで、ああいうエンターテインメントとしてやってたら、日本人はだプロレスも真剣勝負だと思って見るみたいな感じで、ああいう芸能界のことも全部本当だと思ってるみたいな衝撃的な話を始めて、うん、高崎麻世はもともとそのおじいちゃんとかが九州の人 で、はい、で九州男児として育てられて、うん、だからそのものすごい亭主関白の人なんですよね、うんうん、なのにああいうギミックで聞くことになったっていう、まあ、今のところ報道はあれですね、川崎さん寄りに来てるかなって感じですね、うん、そうですね、まあ、俺もそう、田村もそういう報道しちゃったんですけど、一市ぐらいですね、うん、その貝谷側に立ってるの、そうですね、僕は両方見た限り、うん、プラスこのジャガー横田の件もそうですけど、うんね、プロレスが要はベビーヘースほど実は悪い人で、うん、ヒールは実はいい人みたいなことが、うん、プロレスはなんとなく分かってきたけど、芸能界のこういうギミックはみんなまだ本気で信じてるんだなっていう、それでもおかしいけどね確かにね、どうもそうでもないケースもあるよこれ、そう、ね、っていう、まあ俺なんかカイヤさんとかなんか多分いい人のような気がするけど、うん、ガキの使いあらへんとかでね、うん、見てるとね、いい人のような気がするけどね、まあでも確かにね、川崎麻世寄りのあれが多いんですよね、うん、タブロもね、うん、タブロもそうなんです実はタブロもやっぱ川崎麻世さんサイドにまあ、立ってるわけじゃないんだけど、うん、ちょっとそういう感じになっちゃってますね。林家ペーパーギミックもね、そうなんですよね、うん、実は林家ペーがすごい怖いみたいなのが最近になって報じられ始めてそうかもしれないね、うん、そうパーコさんが何も言えない関係で逆のパターンね、そうそうそう、分かんないですよね、分かんないね、芸能界で夫婦で出てる人がどこまでギミックなのかって、本当本当本当そう思いますよ、うん、とかパーコさんが関係性として林家ペーさんが絶対で、うん、ベランダになんか放置されたりしてるみたいな当時記事があったんですけど、その辺を踏まえてかつてね、ペイさんが、うん、うちのパーコパイパンなのって言ってたことがなんかだんだん怖くなってるんですよね、マジでそう無理やりじゃないの無理やりじゃないの何かのプレイじゃないかっていう、プレイじゃない無理やりだなそれな、うん、そういうね、うん、怖っ、はいはい、パーコプライベートは笑わないです、うん、そうなんですよ、あそうなん怖いですよ、なんかこう裏表なんか思い出したけどさ、うん、杉村太蔵さんもそうだけど、うん、共済家なんだけど、うん、すごい騒ぐじゃないですか、うん、控え室だと本当に黙ってる人だもんね、うん、キャラとしてあれをやっているけれども、そう空気読めない感じでガンガン行く人というのを頑張ってやってる、頑張ってる、もう本当に打ち合わせで黙ってて、うん、あれそんなんですかって言ったら、うん、妻に言われてるんでみたいな、本当にもう、うつ病じゃねえかっていうのもぐらいだったもんね、うん、まあ、もう思いました、そういうのは、うん、分かんないよね、うん、この報道だけじゃない、本当に一面的な報道だけ見ずいろいろ見て確かにね考えましょうよっていう感じですよね、うん、なんか川崎麻世さんのお母さんとか出てきちゃったからね、そうです、うん、それちょっと大きいよね、でただ向こうが親族 でこっちが貝谷サイドについてるのがお手伝いさんとかなんですよね、うん、そうね、どっちに客観性があるかみたいなことを考えながらそういうことになっちゃうね、うん、はい、そんな感じですかね、はいはいはい、この放送はご覧のユーザーの皆様が支援しています。